皆さんこんにちは、みこみゆです。今日はですね、最近話題のネットショッピングのサイト SHEIN の購入品紹介をしていきたいと思います。イエーイ。 SHEIN って皆さん知ってますか？最近 YouTube でもよく見かけるんですけど、すんごく安くて、海外のサイトなんですかね、海外から届けてくれるんですけど、今回は、SHEIN でちょっとこれどうなのかなみたいな、面白そうだなみたいな服を購入してみました。なのでちょっとあんまりみんながこれ真似してきたいっていうような参考になるようなお洋服じゃないかもしれないけど、購入してみたので、もちろん普通に着れる服もちょっとあります。紹介していきたいと思います。まずめちゃくちゃ普通のものから。カジュアルリブニット、ヒラの T シャツって書いてあるんですよね。ヒラのはもうがっつり感じ、ちょっとよくわからないんですけど、海外サイトあるあるですよね。こんな感じで、ほんと着れるんかってぐらいちっちゃいリブニットです。私こういうリブニット大好きで、冬も夏も着るので買ってみました。生地感はですね、結構しっかりしてて全然透ける感じもないです。普通に使えそうですよね。まだ着てないからどんな感じかはちょっと後で着てみたいと思います。これに何を合わせようかっていうと、今回実はショーパンを買ってみたんですよ。ショーパンが結構際どいものがいっぱい売ってて、これマジでどこで着ていくのみたいな、日本だったらちょっと逮捕されちゃうんじゃないかなっていうぐらい露出が激しいものがあったので、2個買ったんですけど、そういう露出激しめの、まだねそんなに激しくない方、これだったら普通に外にも着ていけるかなみたいなやつなんですけど、前は普通のデニムで、こう後ろがね、このお尻が見えそうなところにこう破れてるみたいな、まだ着てないからちょっとどんな感じでお尻が見えるのかわからないんですけど、結構このモデルさんはこんな感じで際どくお尻が出てるんですよね。これがボタン無地デニムショートパンツ、1667円。めちゃくちゃ安いよね。でも普通にこれも生地しっかりしてて、デニムとしては全然普通に使えるデニムです。なのでちょっとこれとこれで夏っぽく合わせて着ていきたいと思います。こんな感じです。はい、リブニットは全然 XS でサイズ感も良いし、着心地がいいですね。このリブニットが伸びる、私はぴったりでした。丈感もお腹が本当に見えてちょっとエッチな感じですね。それでその問題のこちらのショートパンツなんですけど、後ろ私もまだ今見てないんですけど、わあ、こんな感じです。これ大丈夫かな。でもこれ商品紹介だから別にエロ目的じゃないですからね。はい、こんな感じでちょっと誘惑できちゃうようなショートパンツです。デニムショートパンツは、XS なんですけど、私はウエストとお尻ヒップどっちもぴったりでした。めちゃくちゃちょうどいい。太ももの部分の切れ方っていうのが、足が綺麗に見えて結構普通に使えそうですね。パリピな場所でしか着れなさそうですけど、普段使いできなくもない。はい、でも露出狂って思われる可能性もあるみたいな。次が初めてワンピースを購入してみました。ちょっとねこれ不安です、正直。SHEINってワンピースが、他の方の購入品紹介見てて、ワンピースはちょっと注意した方がいいっていうのも書いてあったんですけど、私はこんな感じのベージュのタイトなワンピースを買いました。これがカジュアルルーシュ無地ドレス。はい、ちょっとねこれね、生地感がちょっと薄いかなという感じなんですけど、色味はかなりヌーディーで裸に見えそうな感じですね。はい、ちょっと次はこれを着ていきたいと思います。こんな感じでちょっと非常に露出が激しめのドレスでしたね。ちょっと胸元が開きすぎじゃないですかね。あとついでにネックレスがグラマラスネックレス、これなんと84円、破格ですよ。もう子供用のおもちゃのネックレスより安いんじゃない説、
結構こういうちっちゃめのパールで、あの長さもちょうど良かったので買いました。でも結構いいですね。なんか最近パールのネックレスがちょっと流行っているということで、まあ高いものは買いたくないから80円でいいものが見つかってラッキーって感じです。もうほぼ裸じゃない？かなりボディラインがぴったりとしていて、ここにこうリブのシュクシュって感じがあるので、ちょっとだけ体型カバーもできるのかな。どこに着ていくかって言ったら、もう海外とか行った時とかしか無理かな。日本ではちょっとこれは露出が激しすぎる気がするので、まあ、私はもう何でも衣装にしちゃえば使えちゃう説はあるんですけど、2着目はこんな感じでした。はい、3着目はそう、これめちゃくちゃ普通なんですけど、なんかシーンってセット商品みたいなのもあって、リブニット無地タンクトップ、これめちゃくちゃ使えそうな、このタンクトップが4枚で色違いで1889円だったんですよ。これがベージュっぽい色でしょ。で定番のブラック、グレー、アイボリー、この4色で1800いくらだから、まあ、お得かなと思って、全色使えそうだからいいですよね。これを着ようかなと次は。まあ私は普段これはインナーとして使おうかなと思ってます。で最後のこの購入品紹介がもうすんごいやばいズボンだから、みんなびっくりしないで、これマジでネタとして買ったから、これを私が外で履いてると思わないでくださいね。これもなぜか平野が入ってる、ボタン平野デニムショーツパンツ。なんで平野って入ってるんだろう全部。はい、これなんですけど、まあちょっと前から見たらね、まあ一見普通の黒いデニムショートパンツじゃないですか。これが後ろがもう見て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 、これちょっとよくわかんないよね。もうもはや真っ黒だから、これなんと後ろビリビリなんですよ。このモデルさんが着てる写真をお見せしますね。わー、お尻が出てる。とりあえず履いてみたいと思います。はい、着替えました。まあね、上はちょっと結局黒にしちゃったんですけど、まあ、普通のリブのタンクトップ、まあ、これだけ着ててもちょっと変な感じだけど、谷間とかもそんなに見えないし、こうあまり深くないので結構使いやすいタンクトップかなと思います。そして問題のデニムですよね。デニムは前から見たら全然普通のちょっと長めのデニムです。じゃあ本題の後ろ向いてみたいと思います。3、2、1、じゃーん。大丈夫そう？これもうもはやエロいのかどうかもわからんけど、こんな感じ、こんな感じです。購入品紹介っていう動画なんで、これはあくまでもエッチな動画ではなく、購入品を皆様に紹介するという動画なので、多めに見ていただけたらいいなと思います。YouTube の皆さんよろしくお願いします。今回はね、ちょっとネタ的な感じの購入品紹介になっちゃったから、普段にも着れるようなお洋服も次買ってみようかなと。なんか皆さんおすすめの商品とかあったら教えてくださいよ。なんかさ、シーンってめちゃくちゃ商品数が多いから、ぶっちゃけね探せないんだよね。なんかいい感じのスウェットとか欲しいなと思ってます。まあ、こんな感じで、今回はシーンのお洋服の購入品紹介だったんですけど、見てて楽しい動画になってたらいいなと思います。今日の動画は終わりです。最後まで見てくださった皆様本当にありがとうございました。この動画が良かった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。以上、三上岩でした。バイバーイ。